ちゃん、こんにちは。はい。さあ、ゆたかさん、なんでしょう。やっぱりこの動画でもそうで、なんでしょう。この動画でもそうですし、やっぱりこうファンの関心ってオフになると一番は FA、はい、まあまあ、誰がどう動くかね、はい、これは楽しみの一つでもあるし、はい、まあその動くことによってチームの勢力図が変わってくるからさ、はい、それはもうチームにとっては大変なことだよね。そうなんですよ。ただですよ、やっぱ FA ってある一つの球団が根こそぎ持っていっちゃうとか。どこ？セ・リーグの G 球団とか、はいはい、パ・リーグだと S 球団とか、まあ、根こそぎではないですけど、うん、やっぱりそういうところがいい選手、まあ、お金のあるチームが持っていこうとするよね。ですよね。ということは、例えばじゃあこの FA の流出がこうどん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 過激になっていく中で、例えば一旦その加熱をストップさせる何か方法、まあ、方法って言ったら変ですけどあるんですか。加熱、うん、だから全、それは全体的な加熱なのか、それも個人的なものなのか、うん、あ、まあそれによっても違う。いや、それは全体的な加熱を抑えようとしたって無理だよね、うん、まあ権利ですもんね。もう権利だから。そうですよ、ね、ただやっぱりこう交渉権を持つ、うん、まあ、自分とこの球団だとか、うん、まあ、他の球団だよね、うん、まずやっぱ阻止するにはお金だよ、うん、誠意だよ。あ、まあ、そうですね。やっぱお金はやっぱ力を持ってるよね、うん、それって各もう提示してる球団でどのぐらい開きがあるものなんですか。あ、でもある選手に聞いたらそんなに開きはなかったけど、はい、まあ、自分の挑戦だっていうふうに、ん、環境を変えたいとかね、はい、まあ、そういう話もしてくれた人はいるけども、はい、やっぱ1億違うとかさ、それ大きいですね。あ、だから裏でね、あ、まあ、裏っていうかインセンティブ、まあ、インセンティブとか、まあ、そういうことで1億変わってくるんですよとか。なるほど、まあ、そういう話は聞いたことある。その表に出てないっていう。あとは最低契約金っつって、はい、残る時に年俸はこれで、うん、残ってくれたら最契約金ということでこれだけ出すとか、まあ、いろんなお金の出し方ってあるんだろうけどもさ、はい、やっぱトータル的にその阻止するんだったら、うん、自分のところの球団がお金を出す、はい、あ、行かせないようにってことですね、うん、だから、まあ、例えばいろんな球団と交渉してきてもいいよと、うん、ね、それは自分の価値を知りなさいと、うん、ね、ある球団が5億だっていうふうに提示をしてきたとしたら、うん、うちは5億5000万6億、うん、そこを考えますよと、はい、だから正直に他球団がいくらって交渉してきたのか、うん、教えてくださいと、うん、それのプラス上乗せを出しますとか、あ、だからそれが誠意だもん。まあ、そうですよね、うん、残ってほしい、まあ、その選手をチームがどれぐらい必要としてるかっていう目安、ね、まあ、目安だよね、まあ、それとね、やっぱりこうよく言われるのが、うん、まあ、選手の価値はお金だっていうふうに言われるしね、はい、まあまあ、どこでランクをつけるかっていったら、まあ、お金だしかないからさ。まあ、そうですね、具体的に寂しい話ね、うんうん、だから、まあ、そういう意味ではそうだな。あとは契約年数、うん、そうですね。だから、まあ、今3年が主流かな。3年、5年、そうですね、3年、まあ、大体3年、はい、まあ、例えば DeNA とか、うん、宮崎は6年契約かなんかだったでしょ、はい、それはあと6年できると、で自分が38とか、うん、そこまで契約してくれるんだって思うと、うん、金額は多少低くても、うん、抑えられたとしても、はい、あ、じゃあここで残っちゃおうかなっていう、うん、やっぱ選手っていうのはやっぱり1年でも長くやりたいという思いもあるよね、うんうん、だからそういう意味では契約年数が何年なのかっていうことも条件の一つだよね。ですよね。それ逆算してもってことですよね。例えば38から逆算して今32だから6年だったらよしとか、例えばもうちょっと若かったら、だって6年保証してくれるんだもんな。はい、美味しいですよ。まあ美味しいかどうか、まあ、責任それは責任6年間という責任をね、はい、しょうけども、はい、だけど保険みたいなもんだよね。そうですね、うん、ただもうちょっとものすごい20代とかの中での例えば FA だと6年よりも例えば3年ぐらいでもっと価値が自分上がるからっていうのもありますか。それは3年経てばまた新たな FA 権を取れるからさ、はい、まあ、そこら辺は若ければ、うん、いや3年で結構ですと、あ、いうことは言うだろうね。まあそうですね、年齢によっても全然違う、うん、いやだから阻止するにはやっぱお金、あと年数、うん、あともう一つは監督手形だとかよく言うじゃない、うん、将来的には監督やらせます。ああ、それってやっぱり魅力ですか。まあ、魅力を感じる人は多いかもね。ああ、ポジションですね。いわゆる辞めた後の、まあ、ステータスだよね、はい、まあ、自分がステータスを得るというようなさ、うん、
まあ、そういうことに考える人は多いけどね、はい、まあ、だけどそういうこともまあ一つの条件、うん、ただね、まあ、球団とか首脳陣とかうまくいってない人は必ず出るよね、うんうん、そのチームに愛着があったとしても、はい、やっぱりなんていうの、仕事って熱量も必要だし、やっぱ楽しさも必要じゃない、楽しさがない、この人だと熱量が下がる、うん、そういうところにはいたくないよね、はい、いくらお金もらったとしても、うん、お金なんか他と交渉しても、はい、べらぼうに違うっていうことはない、うん、ね、そこまではそこまではね、うん、だからそこら辺の執着はないと思う、 あとは勝ちたい、あ、そうですね、うん、やっぱこのヒットの1本の価値を上げるには、うん、勝利っていうものが優先されるし、はい、まあ、そうじゃないと自分の価値が出てこないというかね、いわゆるその勝てるチーム、優勝を争えるチームに行きたい、うん、だから交渉する方はやっぱ熱を、君が来たら優勝できるようなメンバーが揃うんだとかさ、はい、まあ、そういうこともやっぱ懲らしめ文句の中の一つだろうけども、うん、例えば出ていこうとしてる球団がその熱を感じないともう痛くないよね、残りたいとは思わないですよね。あとは例えばどうですか、その奥さんだったりお子さんの、例えば、あ、この地域実家が近いから私こっち行きたいわっていうのも後押しになったりする、まあ、それもあるよな。でも奥さんの意向っていうのは ね、 ありますよね。あとは教育という面に関してもあるよ、はい、でもそれを条件としては揃えるという、球団側がね、まあ、そういうこともあるよね、阻止するには ね、 ですよね。メジャーリーグってそれ結構やりますよね。まあ、家族のケアっていうのは重要ポイントだよね、うん、はい、だからそれはまあ行かせないためにケアをするとかさ、うん、大変だよ、選手強くて選手の方がやっぱね、強いチームに行きたいっていうのは選手はあると思うし、うん、その指揮官がどんな熱を持って誘ってくれてるのか、うん、まあ、それにもよるよね。そうですよね、うん、だからまあ俺は FA ではなかったけど、うん、FA の権利を持ってたんだけど、はい、まあ、クビになりね、うん、まあ、中日と日本ハムから来たんだよね、はい、話がね。だその時に高木さん、当時の監督は、うん、君はもう大人だし、うん、君がいい方に考えてくれると、はい、いうことを言葉をいただいた、大人扱いしてくれたんだよね、うん、で日本ハムが前年度2位だったの、はい、ね、で大沢さんから電話がかかってきて、うん、おめえの力が必要なんだよとか言って、優勝してんだよって、はい、やっぱ熱感じるよね、あの大沢親分の方が、まあ、パ・リーグも経験してみようかと思って移籍をして、はい、熱もあるしね、まあ、その年移籍した年っていうのは最下位だったけどね、マイアミってどうしたんだよ。その時、まあ、ぶっちゃけ言えないこともあると思うんですけど、金額って開きってあったんですか。ああ、中日は定時は5000万。おーおーおー、リアル当時でね、はい、で1年契約なんですか。何年契約とかあったんですか。1年契約、その時はね、複数年契約はなかったと思う。あ、単年、うん、で、日本は7000万。おー、あ、じゃあプラス FA 権を持ってたから1000万あげる。あ、じゃあ8000万。そうそう、まあ、当時その時で9740万、あ、すごい、もらってたから、まあ、2000万ぐらいは下がったけどね、はい、まあ、でもその厚さとね、うん、まあ、お金はあんまり関係なかったんだけど、うん、やっぱ大沢さんのあの言い方、うん、おめえがあんまり必要なんだよ、お前今からあんまり暇だったら来いよとか言って暇じゃねえんだけど、まあ行ってみようかみたいな。やっぱその熱量なんですね。お前来たかみたいな、うん、何しに来たんだ言って、いやいや、ちょっと待ってくれと、お前はお前が呼んだんじゃないの、いやいや、よろしくお願いします、え、それはお前うちに入るってことだなとか言ってた、うんうん、いや、その通りです、でも即決で決めました、大沢さんの熱さに、よろしくお願いしますって言ったら、よし、見た納豆持って帰れなんで納豆持って帰らないかんのかなってもうね、もう昔の人は面白いんだよね。いや、面白いですね。で、熱量も昔の人って、まあ、熱量は半端じゃないんだよな。いや、だからこれはもう話脱線しちゃったけども、はい、FA を阻止するには、うん、まずお金、はい、年数、うん、あとは手形、はい、ポジションですね、うん、ただどうしても出ていくのは、これはやっぱ球団の体質、うん、まあ、弱いとか、はい、熱がないとか、うん、楽しくないとか、首脳陣との反りが合わないとか、うん、これはね、いくら止めても無理だわ、うん、そうです、うん、それは無理無理、まあ、出ていきますよね。出ていく居心地悪ければ、そう、うん、どんなにつまり、まあ、今年はね、まあ、いろんな選手が多分動くでしょう、はい、また
話をしますよ。やっぱりね、皆さん気になってる人、我々も気になるし、ね、まあまあ、どういう契約をね、勝ち取るのか、これは選手の唯一の権利だからさ。そうですね。それが FA を取るまでっていうのは、辞める権利しかないから。そうですね、スポーツ界ってそうですよね、うん、普通の一般の会社って特に何年って契約ないので、移ろうと思えばすぐ移ったって本当にいいんですけど、まあね、うん、まあだけどスポーツ選手ってさ、うん、やっぱり寿命が短いからね、はい、賞味期限が短いから、うん、だからもうその賞味期限がある間にね、いい思いをしてほしいなと思うね。そうですね、はい、はい、頑張って。